皆さんそろそろ始めさせていただくので、しばらく少しだけお待ちください。じゃあ、山口さん、準備いいですかねじゃあ。私の方でもちょっと開始させてもらいます。じゃあ、皆さん、すみません、お待たせいたしました。あの新規事業責任者、必見、プロフェッショナルが語る経営層、メンバーも納得する社内リソースの集め方ということで、あの前半にですね、合ー,ーの方から少しですね、まあ、あの失敗しないというか、 ポイントを少しお伝え5つぐらいですねお伝えさせていただきますでその後にですねまあ、私はどちらかというと抽象的な新規事業で失敗しない5つのポイントみたいなところをお話しさせていただくとで一方でその後ですねま矢、あ、野口の方から アイデアの出る組織づくりとケースをも納得する社内リソースの集め方ということをお話しさせていただきます。で対象に関しては、どちらかというと比較的、あの中堅の企業をあの対象にさせていただくという感じですので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、矢野口さん、私の方から始めさせてもらいますねよろしくお願いしします、はい、よろしくお願いいたします。 じゃあ、こちら、よろしくお願いいたします。じゃあ、新規事業で失敗しない5つのポイントということでお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず、あの自己紹介と会社紹介を少しだけさせてください。あの私のはあは、あのゼロンブスターの代表やっております、ー田と申します。ももととと電メメーカーーーカカ部品で 海外とか研究開発、あと新規事業なんかをやってました。その後ベンチャー企業で,、えーとですね、いろいろ立ち上げに参加させていただいて、まあ、これ、買収された後にいろいろやったんですが、今、ゼロアンブースターをやらさせていただくという形になります。なので、大手企業とベンチャー企業、両方の経験を持たさせていただいているという感じになります。また、ゼロアンブースターなんですが、あのゼロアンブースターとしては、事業創造の教育、ベンチャーと大手企業の連携、これはあの大きいところから中堅企業ですね。あとはベンチャー企業の投資、コミュニティ開発。 あと事業開発ということで、最近は質オということをやらさせていただいています。あとはイノベーションを管理する SARS みたいなところが我々のやっていることとなります。はい、で今、ですねあのゼラムスターオンラインというところでいろんな動画を、えー、と配信していますで。こちらの方もいろいろ社内企業、企業。 あるいはいろんなですね地域などを含めていろんな話がありますので、ご興味あれば見てみてください。また、有楽町の際今私祭にいますが、際からお話を、えー、させていただいてますので、まあ、ご興味あればですねあのいいスペースですので、ぜひ遊びにいらしてください。じゃあ、それではですね失敗しない5つのポイントということで、私の方からお話しさせていただきます。まず、ポイント1、ポイント1ですね、海底を先に見つける。 なんかこれ当たり前のことに見えるんですけども、特にですねあの中堅企業さん、まあ、これは大手企業さんもそうなんですけども、何がしらかプロダクツ、重い、これ、後で言いますが、お持ちだと思うんですね。ただ、多くの場合、これ、ベンチャー企業もそうなんですが、事業の半分、ベンチャー企業とかスタートアップっていうのは、究極にはあのかなり時間がないのかで、とにかく顧客を見つけようとしているところ、そういう集団ですら、 半分の失敗はニーズがなかったっていうことになるんですね。ということは、やっぱりこのニーズっていうことを見つけるのはすごく難しいので、もうすべてに優先するのが買う人がいますかってことですね。買う人がいますかってことです。だからそれを見つけて、そこに対して作るという本当に単純なことを、これ単純なこと言ってるようなんですけど、この単純なことがやっぱりできないので、これが起きるわけですね。なので、えー、とこれ いろんな言葉でフライングとか偽陽性とか言うんですけど、まだ買い手がいないのに、製品を作ってしまって、さあ、これを買いませんかっていうやってるケース、いや、そんなのやるかと思うんですけど、すごいやってるわけですね。で、その次が、あのー、やっぱり大きいのが、企業っていうのは社内を説得しなきゃいけない。企業ですね、コーポレーション、会社っていうのは。特に中堅企業さんっていうのは、社長さんが近かったら意思決定早いんですね。ただいいろいろ意思決定としては あの一物、いろいろね、考えがあるってなると、そうすると、社内を説得するために、買い手がいるってことはやっぱり強い、社外がどうだっていうことは、異常に強い説得材料になりますので、これがなかったらいくら口説いても本当って、これあの、それを決める方だったら、普通、思うと思うんですね。思うと思うんです。なので、そこが一つ。あと顧客の集めモデルに流される。これがやっぱり一番大きいです。一番大きい。というのは、顧客がいないのに、 自分が製品を持ってると、それを都合よく買ってくれる顧客を発明しちゃうんですね。で、これ、本当に多くて、本当に多くて、それって顧客が欲しいんですか、それともあなたがやりたいことなんですか私いつも問います。で、多くの場合、自分、要するに自分提供する側がやりたいことを。 すごいよく買っってててれるる顧客を見つけてるって感じでなんで、顧客が欲しいものはなんです買ってるものは、皆さんの色、全部忘れてくださいと、やりたいこと全部忘れて、顧客に対話してくださいってことをよく言います。はい、2つ目、思いよりも事業を優先する、思いより事業を優先する、事業ってのは思いだと。 まあその通りだと思うんですけど、特に最近はエフェクチュエーションという考え方が日本でも浸透してきました。Who am I? 私は誰何をやりたいんだ別に悪くないです。ただ問題はれこれ、クイックにですね、あのエフェクチュエーション、初めての方は調べてほしいんですけど、あれはすごく。 スピードアップしてですね、顧客を聞いていくってちょっとリースタートアップ的な、まあ、要するに顧客に行って、ですねあの試行錯誤を繰り返すってプロセスが結構肝だと思うんですけども、そこがあるんですよね。ただ、思いが重要だと皆さん思うし、そういうふうに教えられると、さっきの顧客発明モデルとになるんですね。自分がこれをやりたい、世界はこうなるべきだ、だからあなたはそうすべきだっていう、それは顧客からしてみたら、別にその人の思いは正直、極端には関係ないので、この思いよりも事業としてどうなんだ っていうことをまず優先していただきたいですね。3つあの思いが強いとあの逆にですね柔軟性に欠ける思いがあることはいいんですけども思いが強すぎると柔軟性に欠けるっていう欠点が出てきますこれは結構ありますあとは社会的な課題と事業機会ってのを混同してるケースが多いです社会はこうあるべきだいろいろ困ってる人を助けたいそれ自体は素晴らしいじゃないですかただ困ってる人を助けたいっていうこと自体は別にそれがお金と事業機会とはちょっと違うわけですね 違う要するに、顧客が欲しくてお金を払おうと思ってるってものと、人を助けたい、困ってる人を助けたいってことは必ずしも一致しないんですね、だからこれ、特に社会企業型の場合は、これを切り分けて、ですねあの解決したい課題の条件を引っ張り出してきて、その条件を叶える改定を探すってことで、ここを完全に切り分けます、ただこれをみんな一緒に下がって話してるんですね、いや、顧客はこうやって困ってるんですよと。 いや、それはそうだけども、それって社会課題であって、事業機会じゃないですねって、これ一生懸命私説明します。で、これ、なかなか納得いただけない。で、これは思いが強いので、あのやっぱどうしてもですね、あの社内企業っていうのは時間がありますから、その時間内で成果を出さなきゃいけないのに、それにも,ものすごい時間をかかって、そこを切り替えるってことをやらなきゃいけないので、かなり大変になります。なんで、社会課題と事業機会を混同してはならない。で、事業型は、 社会企業型はまず社会課題があって、事業をでそれを継続できないかって考えですけど、事業型はあえて割り切ると、事業があって、それによって結果的に解決される社会課題はなんですかってことで、社会課題は後半になります。で今、社会課題を解決しないような、そういうビジネスって非常にやりにくいですから、基本的にはあの大体社会的なものを達成することになると思いますそれはあくまであとですね。それは1つ。3つ目、3つ目、自分たちだけでやろうとしない。 で、これ僕すごく感じてます。感じてます。今最近の企業さん、これは大きかろうが小さかろうが面白いところがあって、事業開発します。いきなりベンチャーと連携とかになるんですね。自分たちで、僕はメーカー出身です。メーカー系の方、これね、中堅大手かわからないと思うんですけど、製造業やってる食品を作ってらっしゃるとか、 なんかいろんな人ってのは商品開発と新規事業が結構頭の中でミックスしてるんで何か新しいものを企画しなきゃいけない作らなきゃいけないと思うんですね自分たちの手でなのでちょっとですね新規事業の定義が違うケースがあるんです新規事業いきなりベンチャー連携とか外部委託とか外部連携っていう会社がありますなので自分たちで やらないっていうのもまたあれなんですけど、自分たちだけでやろうとするのもちょっと問題だと思います。で、まず1つ、新しいことっていうのは、基本、組み合わせです。今持ってるものを別のもの、例えば素晴らしい鋳造技術を持ってたら、それを、ね、別のものに転用するとか、何がしらか自分たちの持ってるものを別に転用するってことで使われるケースがあります。ただし、この場合は、皆さんはその業界では専門家じゃないってことですね。 そうすると、専門家じゃない人が分からないところでやるってことがいいこともあります。なぜなら分からないが家の,のちょっと変わったことができる。と同時に、あまりにもの分からないが家に背負いがげる、すべてはこれ、表裏があるんですね。なので、新しいことがまず組み合わせである、つまり自社でやることは難しいということですね。で自分たちでできることが限られると、いや、小さく目の前をやるって言うんだったら自分たちでもいい。ただ 多くの新規事業っていうのは新しいことをやりたいわけですね。場合によっては会社の中である程度大きな事業ってう思う。そうしたら自分たちでやるっていうのは普通考えないですね。それは難しい。やっぱり外部と組む、これはベンチャーなのか、他の企業なのか、あるいは場合によっては企業を買収するのか、そういう形でやるので、少なくとも自社で自分たちの人材でやろうっていう考え方を持ってる限りは、 大きい事業はちょっと難しいかもしれません。ただ、皆さんが狙うのが人材育成なんだと言うんならそれもいいですけど、人材育成に加えて、事業をやりたいんだって言うんだったら、自分たちでやるという選択肢をまずやめるべきだと思うんですね。これは一つ。で、あと、競合と比較して、あれだ、これだみたいな話がすごいあるんですけど、 競合は共に市場を作る人たちと考えた方がいいと思うので、もちろん協力してやれないケースもあるでしょうけども、なんか競合と比較して A だ B だと、ここが上だ下だってことをやってる限りは、なかなか難しい。となると、競合と一緒に市場を作っていくってことで、競合から学び、競合は先生だと思うぐらいの気持ちでやるのはいいかと思います。なんで私ね、よくあるのが、競合との比較表を出して A だ B だこうだっていうのをすごく聞くんですけど、それはまずやめましょうと。 ということですねそれはそれでやらなきゃいけないんですよ、やらなきゃいけないんだけど、それにやるとあっちに勝った負けたって話になっちゃって、いや、ちょっと待ってください、顧客の課題を解決するんでしょうと、新基地がやるんでしょうっていうことと、焦点がずれちゃうんですね、でこれ、勝ち負けの話になっちゃう、これは結構起きます、勝負みたいな感じになっちゃうですね、それは違いますよねってことですね。 いわゆるこうスタートアップとかベンチャーとかあの個人が起業するのと、社内企業っていうものは基本的に全く別なものと考えた方がいい。何度も言います。起業、自分で会社を起こす、独立開業する、スタートアップやる、ベンチャーやるのと、 社内でやる企業っていうのは基本的には全く別なものだと考えた方が僕はいいと思います。これを類似性はないかっつったら、それはあります同じ事業界では。ただし、違うプロセスですよと、違うプロセスですよって考えた方が僕はいいと思います。だから多くの人が、いや、企業とね、社内企業って、8割、9割一緒でしょって思うかもしれない。じゃあ、数値で言うと、僕は1、2割は同じかもしれませんけど、8割、9割は違う。だったらどうですか そういう感じで思っていただくといいかと思います。なので、だったら私は違う要素の方が大きいので、違うものだと考えた方がいいっていうのをご推奨します。まず一つ、あくまで社内企業であるということですね。社内企業である。ということは、皆さんがこれがやりたいんだ。いや、会社は分かってくれない。と言ってもあれ,あれで、社内企業の一つの多くのポイントは、社内企業を成功したら、必ずしも会社の売り上げが 全体として見たときに上がるとは限らないわけですね。場合によっては、この事業をやることによって別の製品が厳しくなるかもしれないので、社内企業っていうのは、それそのものを優先するってことは、会社の方向性と一致しない可能性があるってことをまず前提でいきたいようですね。そしたら、経営者から見たらどう見えるかですね。そうすると、あくまで社内企業っていう選択肢であるってことですね。で、会社でやる以上は、全くのフリーハンドで起業するものとは違います。だったら起業の方がいいと思います。 なので、会社にあるものを転用する、それは技術かもしれません、証券かもしれません、そういったものかもしれませんですね。だから必ずそれを利用する必要があると思うんですね。ただ、利用するときに、自分たちにとってはある意味、当たり前のものほど強かったりするので、ここを見誤るケースがあるとですね。だから会社にあるものを転用するから強いんであって、ここは抑えた方がいいです。 で多くの中堅企業さんというのは、社内の良さをしっかりとご認識されていないケースが多いようです。なので、そこをまず社内を知ると、己を知り、相手を知るってね、損失のようじゃないですけど、己を知るってことがやっぱり一番最初大きいですね。で、あと、会社の方向性と甘いことはやめましょうと私は言いたいですね。だって、それは会社があってやってるんであって、個人のウィルを達成するためにやるわけではないです。ただ、個人のウィルを会社に合わせるってことは賛成します。 会社はも有限のリソースです。特に今回リソースも少ないような会社であれば特にそうです。大きい企業だってそうでしょうと。その部分のリソースはそんなにあるわけじゃないですよね。ってなると、会社の方向性と合わなければそれは潰されますよとです、ねで。会社の方向性はいろいろあります。例えば人材育成の要素が本当はちょっと必要なのに、いやいや違うんだよと。いいやつだけでやればって言ったらちょっと外されるし、いやいや会社としてはこういう方向性に行きたいの全然違う方向だって言っても外される。あるいは会社が すごく成長してる時に新規事業っていうのもきつい、やっぱりある程度、陰りが見えてきたり、これは厳しいってことが見えてきたとき、あるいはちょっと落ち出したとき、ここら辺こういう山があるとしたら、山の上り切ろうとするとこ、上ってちょっと下がったところ、ここが狙い目です、この両側のそののときでやろうとしても結構難しいですね、などの方向性です、だからやりたいこと、テーマもありますけどね、あとポイント5、これで最後にしますが、余裕の中で小さく失敗する。 余裕の中で小さく失敗する。これはポイントです。いやいや、失敗ができないんですよと言うかもしれません。ただ、じゃあ、皆さんがね、いや、会社はいろんな承認工程あるかもしれないですけど、いや、頼むからだと、1000円でやらせてくれと、1000円で。1000円でで無理だったら、ダメだって言うなら、それさすがに。 いろんな会社が1000円ぐらいだったらいいよって言うと思うんですね。そういう話です。例えば1億円だと。この1億円以上は使わない。その中で結果を出す。つまり、ただ会社が大きければ、まあ1億円ぐらい出せる。いや、そんな出せるなら1000万、500万かもしれません。その中で失敗するってことですね。その中で失敗する。だから、なんかいきなり何十億も投資して、何百億投資して、 5000万だっていうのは、それは会社によってやっぱりその金銭感覚違うと思うんですね。これはしょうがない会社の規模があるわけであって。なので、その、この余裕の中で失敗すると。で、失敗して会社が傾くようなことは、それはできないですよ。やっぱり会社としては、経営者も運とは言えない。となると、やっぱりこれぐらいだったらっていうところ、ちゃんと見せてあげる。いや、それをね、 マネジメント決めてくれ、経営者決めてくれっていうのは、ちょっと僕は難しいと思います。そうじゃなくて、これぐらいだったら、会社に対する影響もないし、何も存在しないし、例えば撤退することに関しても、いやいやね、あのこの品質訴訟どうなんだ、いやいや、品質訴訟はこういう切り方、要は撤退基準を最初から決めていきましょうと私は言いたいんです。なので、余裕の中で小さく失敗するってことですね。こういうところがやっぱり重要だと思います。まず作り込まない、そういった意味では。なんかすごい作っちゃって、 クライアントに持っていく。これ一番やる失敗ですね。フライングって言います。これはダメです。なので、まずユーザーを聞いてやりたいことを忘れて、相手が何欲しいんだから言って、そこから小さく作って、これどうですかこれどうですかで、だんだん作りに込んでいくでて、過程やりましょうということですね。で、リスク許容を決めておくと。で、これを上に決めてくれじゃなくて、提案されると言ってますね。こういうやり方どうですかこれだったら損失ないっていうことですね。で、ABC 案を出したりするんですね。これがこれ、これがこれ、これが,これが俺。で、どれ選べられますかっていうやり方をします。これはよくやる。比較で出すとかですね。 であのただ、これ失敗が許容されないと言いますが、失敗を訂正するコストの方が圧倒的に安いので、これを取らなきゃいけないですね、取るためにはどうやってやったらそれを許容させられるんだっていうと、やっぱり許容コスト撤退とか、基準とかそういうのを決めておくっていうのがポイントかなと思います、はい。事業を作る、人を作る、まとめますと、社内許容っていうのは3つの意義がございます。まず1つ事業軸 あとは制度軸、人材環境軸っていうのがあります。事業軸っていうのは2つあって、自社に近い領域を深くめていくもの、新しいところを探していくもの、この2つがございます。というのは1つ。で、あとは制度軸が言います。やっぱり事業をやる以上はですね、ある程度事業をやる人に対してインセンティブ設計をする必要があります。これが結構肝です。ただ何にもないのかって難しい。あとラストが環境です。基本的に皆さん個人にフォーカスしますが、実際に事業を起こすのは、環境が起こしやすい状況を作れるかですね。なので、その個人じゃなくて、会社の環境、 そのものがどうか制度としてどうか文化としてどうかっていうことが重要ですので、社内企業では後者の2つ事業だけじゃなくて、人だけじゃなくて環境と制度こちらのを整えることを強くお勧めします。ということで、私の話を終わりにさせていただきます。それではですね。あの後半は矢野口の方からお話をさせていただきます。ありがとうございました。はい、どうぞありがとうございます。では、ここからですね。私の方で進めていきたいと思います。 後半ですね、アイディアが出る組織づくりと、係争も納得する社内リソースの集め方という2つのテーマで進めていきます。 最初に簡単にですね、自己紹介できればと思いますが、私もですね、同じく、も、えー、ともとは国内大手メーカーで、えー、研究畑におりました。でそちらで、えー、と開発だったり、携わった後にですね、えー、数名規模の、えー、コンサル系のベンチャー企業に行きまして、まあ、大きい組織と小さい組織、まあ、両方の経験があるところが一つ、えー、自分の武器かなというふうに思っています。で今年9月からですね、ゼロアブースターに参画しまして、特にそういったものづくりの指定を 生かしまして、えっ、ー、とうまあ、テック系の企業さんだったりって、ところの部門の立ち上げだったり関わっております、はいで。簡単な自己紹介とさせていただいて、まず最初にですね。アイデアが出る組織づくりという方から入っていければと思います。なかなかですね。こう。社内から新規事業のアイデアが上がってこ。ない かかからななこういった課題感を持つ今日あのご参加いただいている、まあ、管理職の方々もいらっしゃるかなと思うんですけども、まあ、まず考えなきゃいけないところはなぜアイディアが生まれないのか、えー、ここの原因から考えていく必要があるかなと思っております。でご状況としてはいくつかあるかなと思ってまして、まあ、アイディアがそもそも全くないっていう、えー、っとことだったりもしくはアイディアはあるんだけど、まあ、出てきてない。 なななかなか上に上にがってこないでアイディア出てきてるんだけどもクオリティがすごく低い、まあ、こう光るものがないっていうところですね皆さんの個々それぞれあのご状況あるかなと思いますので、まあ、どこに当てはまるのかなっていうのを少し思い浮かべていただければと思いますでそういったところでじゃあどうそもそもアイディアってどうやって生み出すのかここからですね今日入っていければと思っています でこうなかなかですねこうアイディア出てこないというところで、じゃあどうやったらこうアイディアって出てくるんですかと聞かれると、なかなかこう言語化してしゃべるの難しいかなと思っています。アイディアを生み出すためにはですねいくつかメソッドがあります。 ここに挙げてるのが代表的なものなんですけども、まあ、一般的なところでロジカルシンキング、論理的思考なんて言って、あの、まあ、新規事業ですとよく SWOT だったり、W2H だったり、まあ、いわゆるフレームワークを使ってやられる、まあ、論理的にこう、えー、プランを組み上げていくっていうやり方が一つ。まあと、クリティカルシンキングだったり、えー、最近よく見にするのだとデザイン思考だったり、あ、ま、とアート思考と。あの、やはりですね、こう、一つ大事なことは、アイディア、やっぱり待っていても出てきません。 そこにはですねやはり生み出すための方法論メソッドが必ずあるので、まあ、これをしっかりですね浸透していかないことにはあの同じ目線でですね、まあ、アイディア創出だったり、まあ、それに関する議論っていうのが非常に難しいかなと思っています。で今日ですねあの1つ、まあ、デザイン思考ですね3つ目のところ、まあ、1つアイディアのメソッドの例としてご説明できればと思っています。 これまでのです、ね、連続的なこう市場の成長だったりという状況の中ではです、ね、このロジカルシンキングというのが今までだと一番新規事業のアイディア出しだったり、そういったところでは適切だったんですけども、昨今のやっぱりコロナだったり、あの社会情勢ですね、加味すると、なかなかこう先行きが見えないという中では、今です、ね、このデザイン思考の重要性というのが非常に解かれているかなと思っています。 今日ご参加いただいている方ですねあの、おそらくデザイン思考知ってるよという方もいらっしゃるとは思うんですけども、改めてですね、このじゃあ、アイディアを生み出すために方法論、簡単に、えー、とご説明できればと思っていますで。このデザイン思考ですね、簡単に言うと、まあ、ユーザーの視点に立ち、潜在的なニーズを発見して解決策を探る思考法というふうに書いております。あの前半のボーダーの話でもありましたけども、顧客にしっかりと向き合って、 そこから課題を見つけ出して、アイディアを出していく、いわゆる解決策を考えていくっていう思考法になっています。でこちらにします5つのフェーズにです、ね、あの分けることができるんですけども、ちょっと1個ずつ簡単にあの見ていければと思います。まず1個目ですね、一番左の共感というところで、これがいわゆるデザイン思考の一番大きな特徴にはなるんですけども、ここで何をやるかというと、まず最初にです、ね、インタビュー、それからアンケート。 あとはフレームワークですねを使って顧客が持っている課題やニーズ、あのペインっという言い方もしたりしますけども、悩みですね、これを洗い出したり深掘りしたりしていくというところから入っていきます。で従来の先ほどの一番上のロジカルシンキングですね、には見られなかったもので、このデザイン思考の一番の、えー、と肝になっている部分ですで。ここがないままですね、新しいあのビジネスのアイディア、プランというものに走ってしまうと、作ってから 顧客がそもそもいなかったよねというのう先ほどの話のところになってしまうとで特にこの先行きが見えにくい、えー、女性の中ではですねこういったところから、まあ、ニッチな市場を見つけて、えー、入り込んでいく特にあの中小だったり中堅の企業さんになると重要な部分になってくるかなと思っていますでこの共感のフェーズでしっかり顧客と向き合ってですねその課題ニーズの洗い出しを行った後でここで問題定義というフェーズに入っていきます ここではその得られた情報ですね、悩みや課題をもとに、じゃあ、どの課題を我々、まあ、自社として解決していくべきかというところを定義していきますでこの。これがですね、この後の課題解決の方向性を定める、非常に重要なプロセスになりますので,で、仮説としてですね、じゃあ顧客の課題、おそらく一番重要な課題はここだ。 っていう,ふうに仮説を立てて、まあ、次のフェーズでいくんですけども、進んだ後にやっぱり違ったなっていったら、必ずここにまた戻ってきて、ですね本当の顧客の課題って何だったんだろうっていうのは、行ったり来たりしていただきながらお進めていくというのがこのデザイン思考の重要なところかなと思っています。何度もです、ね、情報の見直し、検討を行いながらです、ね、この1番、2番、あとこの後の3番ですね、行ったり来たりして進めていくというのが特徴です。でここで,です、ね、顧客の課題 自社として解決していく。課題はこれだっていうのを定義した段階で初めてここで想像いわゆるアイディア出しの部分に入っていきます。今日今回のパートですね。あのいわゆるアイディア出しっていうテーマでお話をさせていただいてるんですけども、もアイディアを出すっていう段階の前にですね。先ほどの共感。 それから問題定義、しっかりとこのアイデア出しの下準備をしていくっていうことがですね、有効なアイデアを出していくためには、もしくはアイデア出しの議論をですね、組織の中でしていくためには重要になってきますよというところをちょっと持って帰っていただければなというふうに思っています。いよいよこの創造、アイデア出しの部分ですね、定義した課題をもとに、じゃあその課題をどうやったら解決できるか、ここをですね、アイデアだったりアプローチ方法っていうのを出していくというところです。 でここではですね、えーとまあ、後ほどまた具体的な例をお話しできればと思うんですけども、えー、制約を設けずに、ある意味こうブレーストーなんて言いますけブレインストーミングなどチームでですね、どんどんこうアイディアを発散させていくっていうのが、このデザイン思考,、えー、思考のですね、一つの特徴になっているかなと思っていますで。ここでですね、アイディア出しした後に、えー、プロトタイピングということで試作に入ってきます。 アイディアを出して、事業として進めていきましょうではなくてですね、まず必要最低限、できるだけ低コスト短時間でですね、できる試作試作品を作ってですね、サービスを形にしていくと。先ほど冒頭で、ごの知の方から MVP の話もありましたけども、大きな投資をせずにですね、まずはその仮説を検証できる必要最低限のプロトタイプを作っていただいて、これを顧客にぶつけていっていただくというところが重要になってくるかなと思います。 これを実際にですね、テストということで、プロトタイプを顧客にぶつけてですね、えー、とその中でですね、これも実際にこう、プロトタイプを作って、顧客の反応を見て終わりではなくてですね、仮説に対して得られた実,、えー、と実績ですね、だったり、顧客の声っていうところから、また改めて1番、2番の整合性を評価して、この先ほどの1から5のプロセスですね、これを行ったり来たり進めていくというところが大事になってきます。 でまあ、必要最低限でまずは作って顧客にぶつけてみてそこからブラッシュアップを図っていくっていうのが、えー、とこのデザイン思考の特徴になるところです。すごく簡単にですね今デザイン思考1から5番のところ大まかな流れをお話しさせていただいたんですけども大事なのはですねこのじゃあデザイン思考持って帰ってくださいっていうわけではなくて アイディアの創造には必ずこういったプロセス、もしくはメソッドがあるっていうことをご理解いただきたいなということで、今、デザイン志向のお話をさせていただきました。なかなか待っていても出てこないというところで、えと、しっかりとそのデータ、アイディアを出すための考え方だったり、それからノウハウっていうものをしっかり組織に対して進行していくことが、組織からこう持続的にですね、アイディアが生まれてくるっていうところにつながってくるんじゃないかなと思っています。 そういったところでですね、じゃあ、単純にどのように組織に対して、そういったアイディア出しの、まあ、文化だったりをインプットしていくかというところで、まあ、アイディア組織を促進する、まあ、組織づくりのポイントというところで挙げさせていただきました、えー。簡単に手をつけやすいところから、えーとまあ、かなりこうリソースだったり、えー、コースがかかるところでですね、3つ挙げさせていただくと、まず1個が会議体という、比較的、えー、と変えやすいところですね、えー、会議体から1個変えていくというところ。 もう一つは、こう、教育ですね。教育のシステムを変えていく、もしくは教育のプログラムを入れていくというところですね。最後はですね、制度として変えていくというところ。ちょっと一個一個ですね、具体例も持って見ていければと思いますけども、まず会議体ですね。先ほどの創造3番、デザイン思考の3番ですね、創造のところでもありましたけども、積極的にブレインストーミングなど、 アイデアらしいだったり、えー、社内での意見交換みたいなのを促す、えー、コンテンツを取り入れていくっていうのが一個、えー、簡単に取り組めるところではあるかなと思っています。まあ、いわゆるですね、えー、この例えばですけど、ブレインストーミング、習、ま、字、あの前者の会議だったり、あとはチームでのミーティングっていうところの、まあ、一つですね、最初のアイスブレイクなんかで、まあ、今、 チームとして直面している課題に対して解決策を洗い出そうでもいいと思いますし、何が一番こう問題になっているのかを深掘りしようというお話でもいいと思いますし、こういったところでですね、実際にアイディア出しをチームでえー複数の人数でやっていく、例えば適切なブレストの適切な人数6から8名とか言われているんですけども、このぐらいで,ですねやっていくとえいわゆるですねこう多様な情報、それから知見というのがですね組織内に蓄積され、共有することができるというのがこのブレストの目的になっています。 あの、よく勘違いされやすいのがですね、ブレストをやるとそこですごく画期的なビジネスアイディアが出てきて、新しい事業に繋がっていくって思われがちなんですけども、あの、ブレインストーミングの目的はあくまで、えー、斬新なアイディア出しとかではなくてですね、やっぱりそのアイディアを出すためのカルチャーだったり、もしくはこう意見交換できるマインド、ここを組織に浸透していくっていうのが、あの一番の目的、まあ、成果になってくるかなと思っています。あの、ブレスト、5分のブレストから新しいアイディア、 雑誌のアイディアが埋めてきませんここでそういった後々ですねアイディアが出てくるための地盤を作っていくっていうところが、えー、すごく重要になってくるかなと思いますそうですねちょっと事例として一個下に上げてるんですけどもアメリカの有名なまあ、老舗のデザイン会社ですねイデオさんというのがあるんですが、まあ、本当に60年代からですね日常的にま会議の中でブレストっていうのをやってきました 1で回ですね、これの効果検証をされたあの結果があってです、ね、そちらをちょっと引っ張ってきた情報になってるんですけども、まあ、ブレストの意義、なんでやるかっていうところでいうと、えっとまあ、いわゆる組織内で誰が何を知っているのか、これがこのブレインストーミング、定期的なブレインストーミングによって、組織内で共有されて、 この会議が終わった後、ブレストが終わった後も、参加者同士でいや、今日の話、あの話って、ちょっとその後思ったんだけど、こういうことだよね、とか、これ実はちょっと先週の話あの、こんなやり方もあったんじゃないかなっていうような、あのいわゆるスポットスポットでの社内でのですね意見交換が生まれやすくなった。それによって新しいアイディアにつながったっていうのが、この、えー、と検証の結果としては上がってきていました。 ちょっと繰り返しになってしまいますけども、こういったですねあの、例えば毎週の打ち合わせでも毎日の回でもいいと思いますけども、ちょっとずつこういった社員同士で意見交換だったり、日頃からアイディアを出す瞬発力を、まあ、鍛えるってところですね、やっていただくと、えーとまあ、時間はかかると思うんですけども、えー、まあ組織の中からこうアイディアが自発的に持続的に生まれてくるっていう文化の形成につながっていくんじゃないかなというふうには思っています。では2個目ですね。 1>, まあ1個目が会議体に対して、もうちょっと大きいところ、教育になるんですけれども、えー、といわゆる社内においてよくやられているのが、アイディアソンだったり、ビジコンだったり、新規事業プログラムをです、ね、実際に実践していくというところです。でこういったプログラムを通じてです、ね、アイディア創出のまずは方法論、先ほどのアイディア思考のお話もそうですけれども、デザイン思考の話もそうですけれども、も、まあ、どうやったらアイディアが出てくるかというところのレクチャー。 研修だったり、あとは実際にじゃあそので、えー、アイディアを実践していくというところで、アイディア創スだって事業創造、スキルの定着っていうのを図っていく、えー、取り組みになっていますで。実際ですね、こういったプログラムはあのちょっと営業になってしまうんですけども、弊社でも、えー、普段ですね、えー、提供させていただいていて、ちょっと事例ですね、下に出してきたもので言うと、 国内の製造メーカーさんですね、なんかで言うと、まあ、社内の企業家育成で、我々アクセラレータープログラムと呼んでるんですけども、実際に実施してですね、まあ、事業創造に関する複数回の研修、まあ、いわゆる事業を作っていくには、えー、とどういったノウハウ、スキルが必要かというところをですね、噛み砕いてインプットしていくのと、えー、とそこからですね、実際に、えー、と社員の皆さんにですね、事業プランを公募で募って、えー、と応募していただいて、 でまあ、そこから実際に優れた、えー、と書類ですね、チーム、いくつか選考、えー、通過したチームは、ですね、その後、まあ約半年だったり、まあ、長期で見ていただくともう2年、3年というところで、えー、プログラムを3に参画して、えー、と実際にです、ね、成績の優れたチームは、専業化したり、事業として立ち上げをされたりというのが、えー、あります。 ちょっとイメージすみません、言葉だと伝わりにくいので、どんなことをやっているかというところもえ、ちょっとだけ深掘りして触れさせていただくと、こちらがあの先ほどお話しした、えーと、いわゆる社内起業家の育成のプログラムの全体像になっています。だた1年通してやっていくんですけども、社内啓発から実際に先行させていただいて、で大きくですね、2つプログラムがあるんですけども、いわゆる事業化検討プログラムというところで、まずそもそもの事業アイデアを出していく。 ところのプログラムと実際できたアイディアをより磨き上げたり、えー、と事業化に向けてもう実践をしていくプログラムですね。これが大きなメインコンテンツになっています。で、その周辺領域でですね、あの単にアイディアを出せばじゃあ社内で事業を作っていけるかっていうと、実際に経営陣だったり人事部だったり、もしくはですね、その周辺の事業部との関わりだったり、ここをですね会社側としてもちゃんと。 環境を整えていくっていうのも非常に大事ですのでこういったところもですね、環境構築っていうところで我々としてもご支援をさせていただいてます。例によってはですね実際にベンチャー企業と組んでですねいわゆるもうゴリゴリ更新企業をやられてる方々からですね、えーとまあ、そのマインドセットだったりを浸透させてもらったり一緒に協業する中でですねそのノウハウっていうのを学んでいったり。 あと実際に社内でサポートチームを作ってですね、積極的に他の社員の方々にも関わっていただくことで、より多くの方にこの事業創造について向き合っていただく、でよりこう文化情勢というものを早く進めていくというのもコンテンツとして用意しております。 えすみません、かなりあの営業長くなってしまったんですけど、えーと、こういった取り組みですね、フルパッケージでもやってますし、あとはその会社さんの課題だったり状況に応じて、まずは今年はここだけやってみましょうというような切り出しでやってますので、もしもご興味あればですね、えー、お問い合わせなどいただければと思っております、はい。ちょっと教育長くなってしまいましたが、教育自体もですね、えーとまあ、そのプログラムをやれば、じゃあすぐに。 何かこう、目新しい、すごくキラキラした事業が出てくるかっていうとですね、やっぱりこういった文化づくりっていうところが非常に重要になってくるかなと、でまあ、単発でのこうプログラムではなくてです、ね、継続的にこういったものを取り組んでいくことで、社内でいわゆる事業創造やアイデア出しが持続的に生まれてくるような、えーとですね、文化を作っていく、地盤を作っていくっていうのが非常に重要になってくるかなと思います。 で最後が制度ですね、これはなかなかちょっと大きな取り組みになってしまうので、まあ、比較的もうこういったアイディア出しだったり新規事業、もいろいろ取り組まれていて、あの次何やろうって、まあ、先進的な会社さんになってくるかなとは思うんですけども、やりアイディア創出のためのルール整備ですね、絵を行っていくというようなことになります。 で分かりやすい例ですと、あの皆さんもご存知かなと思うんですが、Google の20%ルールだったり、まあ、こういったアイデア創造のための理想細部の明文化というところから、実際に新規事業室のための制度を作って、人事制度と紐づけて、えー、本当に事業化をゴリゴリバックアップしていくというような会社さんもあるかなと思っています。ちょっと事例として挙げさせていただくとしたですね、あのサイバーエージェントさんや、あと他だとあのリクルートさんもあるかなと思うんですけども、 本当に目的や対象だったりに応じてですね、事業アイディアから事業化までをスピーディーに社内で支援していく制度を設置している会社さんがあるかなと思います。でサイバーイジェントさんですと、本当にあのそのアイディアプランだったり、そこからの、えー、とフェーズ、売り上げだったりでですね、いろんなプログラム用意されていて、もう会社の一個ちゃんとした制度として、えー、とそういったアイディアの創出、新基準の創出を支援していると。で実際にこう,うまくいっていくと。 結局ですねあの社内のビジコンとかだと、なんか優勝したけどその後結局既存の事業と同時並行で進めてって言われて全然進まないとか、そういったこううなんでしょう、えー、と実際に取り組む方の課題があると思うんですけども、ま、人事制度としっかり紐づいていることで、そこに専業にして、ま、チームを立ち上げたり、あとはそこをですねしっかり評価として、えー、とフィードバックしていくことで、よりですね、あの こういった志を持っている方々が取り組みやすい体制をあの整えているかなと思っています。夢どころで言うと、クラウドファンディングの,あのサービスです、ね、で幕開けなんかもですね、サイバーエージェントだと、このいわゆる新規事業プログラムから、新規事業制度からるまれたようなサービスになってまして、今でも数百万、数百億円ですかね、売り上げを叩き出しているというものもえございますと。で大きく3つ。まあ いわゆる小さいところで言うと、会議体から、大きいところで制度までお話をさせていただいたんですけども、辞書の、自社のフェーズだったりですね、お悩み、課題感に踏まえてですね、どこから取り組んでいくべきなのかっていうところですね、ちょっと思い浮かべていただけるといいかなと思っております。では、続いてですね、パート2というところで、最後、経営層も納得する社内リソースの集め方ですね、入っていければと思います。 あの冒頭のところで、ですね合田の方から事業、えー、事業立ち上げにおいて失敗しないつのポイントというところと、私の方からですね先ほど、えー、それにおいてのアイディア出しというのを挙げさせていただいたんですけども、今日ご参加いただいている方々で、おそらくこう事業責任者として進めているけど、なかなか社内でリフォーソースが確保できていないという方々、あの多いかなというふうに思っています。そういった課題感で、今日ご参加いただいているかなと思うんですけども、まあ、その悩みはまたそれぞれかなと思っています。 やっぱり人ですね、人的リソースが足りないだったり、えー、時間的リソースが足りない、えー、お金が足りない、でまあ、どれも通じるところで言うと、あの上司だったり経営層ですねからの、まあ、OK が取れない、消費者が下りないというところに、まあ、つながっていくのかなと思います。でどれも、まあ、いわゆる経営リソースですね。 でそのフェーズによって、まあ、どこが重要かっていうのはあると思うんですけども、まあ、全体にわたってですね、じゃそのリソース集めに苦労しないポイントっていうところを、えー、5つほど私の方で挙げさせていただきました。で冒頭の後段でですね、えー、新規事業を立ち上げに失敗しない、まあ、5つのポイントっていうところとかなり重複するところがあるかなと思います。結局、うまく新規事業を進めていくっていうところはですね、上司に対して説得ができるっていうことが、まあ、リソース集めに苦労しない。 番ながってくるかなと思いますのでそこでですね5つほど挙げさせていただくとまず1個目ですね、ポイント1え事業に取り組む必然性をしっかりと上司、決裁者に示していくとで言葉で書くと当たり前だろうっていうふうにあの思われる方多いかなと思うんですけども意外とですねこれ難しいところかなと思っています。 ちょっとあの後ろでですね、詳細また触れていければと思いますので、一旦全体5つまで見ていくと、2個目がですね、計画と見込まれる成果を数字で示すと、これもまあ大手の会社さんですと、まあ、事業計画を実際に書いてですね、やっていく、これは当然でしょっていうところあると思うんですけども、私もですね、前職、それこそベンチャー企業だと。あの 小さい会社にいたりあとはあのコンサルティングをやってましたのでいわゆる地域の中堅企業さんとか、えー、支援させていただく中でですねここなかなか具体的な数字でちゃんと示せているってところはあの限られていたかなとあの必要だと分かってるけどなかなか手が回ってないっていうのは往々にしてあったかなと思っていますポイント3ですねこれはあの前半の MVP の話でありましたけどもまずは必要最低限で始めてみるといきなり部長これ500万 最初に投資が必要ですこれは企業さんの規模によってあの何が高い安いはあると思うんですけども、いわゆるですね、できるだけそこでハードルが高くならないように、最低限の投資で始めていきましょうというところですね。4つ目、脱内政主義、これも前半でありました。まずは外部リソースの活用からやっていきましょう。で最後、ポイント5ですね、決済者を早期から巻き込む。 これもですね、会社の方向性とのズレみたいな話が、えー、ありましたけども、そこのチューニングしっかり目線のすり合わせやっていきましょうというところになっています。ちょっと一個一個ですね、ちょっと細かく見ていければと思うんですけども、ポイント1、まず事業に取り組む必然性を示すというところで、まあ、当然だよというところあると思うんですけども、やっぱりですね、自社のリソースを投資する以上、なんでこれうちの会社が取り組まなきゃいけないのか。ここをですね、根拠を持ってちゃんと上に対して示していく必要があるかなと思っています。 例えばまあ事業に取り組むメリットだったり、えー、活用できるリソース、アセット、これを持ってるから、うちはこれやるべきなんですってところ。で最後ですね、まあ、これなんで、えーと、いわゆる後発でやっていって、もちゃんと市場に食い込んでいきますよ。協業、優位性って書いてるんですけど、まあ、どちらかというと差別化要素だったりというところですね。ここをです、ね、整理して、しっかりと訴えていく。結構まあなんか話し合いの中でふわっと触れたりはしてるんですけど、やっぱりここ、明文化しっかりしてですね。 えーと根拠を持って示していくっていうところ、改めて本当にあのしっかりできてるかなっていうところですね、振り返っていただければと思っています。で、ポイント2ですね、それに伴って計画と、まあ、見込まれる成果をしっかり示していきましょうということで、えー、実際にですね、事業として立ち上げる際の流れ、それから見込まれる成果、これをですね、しっかり上にイメージしていただいて、あそれでそれならやっていこうっていうふうにですね、握っていく必要があるかなと思っています。 当たり前だよって思われるかもしれないんですけども、具体的な実施計画、数年先の顧客数や売り上げの KPI、成果っていうところですね、こうを数字で示してやっていきましょうと。あのなので、説得するために、あの無駄にですねこう意味もなく高い数字を積んでいくっていうのはですね、ちょっと本質的ではないのでダメなんですけども、しっかりそこの数字を出してですね、えー、とあどうやらこれは。 ちゃんとやっていけそうだねってところを安心感を持っていただいたり、逆にここでですね、どう頑張ってもなかなか数字上がっていかないなっていうことであれば、もしかするとそもそもの事業、えー、事業のプラン自体を見直す必要があるのかもしれないですし、ここでですね、しっかり収益可能な事業なのかであったり、市場はしっかりあるのか、えー、見極めていただけるといいのかなと思っています。 最後3つですね、えーと、もう少しなんですけども、えー、ポイント3、必要最低限で始めるというところでいうと、これもちょっと繰り返しになってしまいますけども、最初から大きな投資が必要な事業っていうのは、かなり敬遠されがちですよっていうところで、えーと、どうしてもハードル高くなってしまうので、まずは必要最低限で始めてみて、でそこで,です、ね、しっかり効果検証のマイルストーンを置いた上で、でここで OK だったら、このぐらいじゃあ、事業また大きくして。 でここでここをクリアしたらさらにこのぐらい投資して、こういったものを出してあげると、えー、と上としてもですね、号が出しやすくなるんじゃないかなと思っています。で最後ポイント、えーと、ポイント4ですね、脱内政主義、外部リソースの活用というところで、やはりこれ、限られたリソースの中ではですね、黄金にして専門業者に頼った方があの効率的に進んだり、あとはですね、成功率が高まったり、えー、実際全体で見るとコストが削減されたりということがあるかなと思っています。 あの新規事業の成功率10%っていうふうに言われてますけどもやっぱりですね、えー、とそれが本当にこう事業としてうまくいくかっていうのが分からない中で何でも内製化でやっていくっていうと撤退しづらくなっていくっていうのも一つあるかなと思っています。できるだけそこの撤退の判断もしやすいようにまずは、まあ、外部でできることは外部でやって。 事業がうまくいく中でですね、どうやらここは内部で内製化した方が収益が、えー、より上がりそうだなっていうことであれば、徐々に徐々に内製化していく。そういった順序で進めていくのが一番リスクが低く、かつ効率的に進められるんじゃないかなというふうには思っています。で最後最後ですね、ポイント5というところで、決済者早期から巻き込むということで、やっぱりですね、提案だったり事業計画、ガチガチに組んで、いざ会議に持っていったら、 全然会社の方向と違いました、言うとですね、すごくもったいないなというのがありますので、ある程度の段階でですね、決済者の意向をこんなこと考えてるんですけど、だったり、ここ今逆に言うと困ってるんですよねっていうのが、まあ、言える関係性であればですね、しっかりここ、えー、と適あの随時ですね、差し込むことで、えー、そこの目線だったり、会社との方向性がずれてないか、もしくはですね、社内で他の方が同じことをやろうとしてないかっていうのをですね、しっかり見ていくと、まあ、無駄な、えっ、ー、と、 そうですね、行き来とかをせずにですね、えー、と進めていけるんじゃないかなというふうに思っています。ちょっと全体、少し駆け足でですね、抽象的なところもあったかなと思いますが、最後ですね、リソースの、社内でのリソースの集め方のポイントということで、5つほど挙げさせていただきました。はい、私の発表以上になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それではですね、12時までになりますが、Q&A のセッションをしたいと思います。あのちなみにですね 皆さんのウェビナーのチャットの方で、0ンブースターカンファランスのご案内をお送りしています。0、えー、ンブースターカンファランス、これ最後のページですかね。出していただいてもいいですか。0ンブースターカンファランス、来週から1週間という形でありますあの。オンラインで見れます。また、あの終わった後に、えー、とテーマ別のですね懇親会みたいなのがございますので、これちょっと数に限りがあると思いますが、 まあ空いてるところがあれば、ぜひご参加、テーマごとなので、あのちょっとものによってはちょっと対象だったり、最初じゃないものがあると思うんですけど、ありますということですね。あのー、これ、社内企業、企業、地域、いろんなところのテーマでお話をしてます。あと、まあ、最近の、ね、投資系の話も大量に出てますので、えっと、ぜひ非常に多分素晴らしい、私よりも何ですが素晴らしいコンテンツだと思います。でよろしくお願いします。じゃあ、早速ですが、Q、Q&A のほうですね、ありがとうございますの質問、5つぐらいいただきました。じゃあですね、ちょっと1個ずつあのお答えしていきたいと思います。 矢野口さん、私の方で振りますので、えー、と軽く言ってもらって私の回答 A、B、A、B でいきましょうかね。はい、じゃあ最初、プロトタイプを自分で作るリソースがないのですがどうすればいいでしょうかいかがでしょうかはい、そうですね、これもあのちょっと中身であった、まあ、外部リソース活用しましょうというところでもちろんこう自社のリソースを使ってできるというのが必要最低限でやるというのは非常にあのいいかなと思うんですけどもどうしても自社で作れないものは。 やはりですね。そこは外注先だったり、提携先っていうところをですね。おそらく探していただいて、小さく始めていくっていうのが重要になるかなと思います。はい、ありがとうございます。すはい、私も全くおっしゃる通りで、えっとプロトタイプに関してはあのちょっと会社にもよると思うんですけど、あの今外部委託と oem とかも大量に作れますし、あのウェブ関係に関してはノーコードで相当なものが作れますと。とただ。 プロトタイプを MVP の概念ですね、あのミニマムバイアブルプロダクトの概念っていうところから考えると、相当ミニマムな機能でいいと、ただ結構作り込みがあるので、ちょっと一回そこ、もしかしたら見直していただいて、まず外部リソースで相当安く作れますって話と、あとはそのあのかなりこう作るものの程度ですね、そこを押さえていただくと、あのまあ普通できるのかなっていや、ちょっとした はい、次です、えっと。リーンスタートアップは概念として理解できるのですが、実際に社内で取り組むのが難しいです。通常の業務アップラートした別物なので、何かアドバイスはありますかまず、矢野口さんからお願いします。なかなかでも難しい質問ですね。あの非常に、ね、の概念としてやっぱり理解していただいているってところはあのすごく重要かなと思ってまして、あとはそれをどう実践していくかだと思うんですけども、まあ、一つですね、えーと、意識していただくのがいいかなと思うのは、どうしてもこう社内に。 社内で皆さんで取り組んでいくっていうのは難しいと思いますので、まずはあのご担当者さんですかね、えーと、実際にやっていただいて、それをこう周りの方に見せていただくっていう形が、こうなんでしょう、一番こう組織への浸透っていうところがいいかなと思っています。で、かつ自分でやるのもちょっと難しい、なかなか通常業務のっていうところもあるかなとは思うんですけども、そのあたりはですね、えーと、どうですか、ちょっと私の方でなかなか答えが難しいところがあるんですけど。 あいえいえ、あのおっしゃる通りだと思います、これはいろんな会社さんであります。一般のプロセスだと、やっぱりしっかりやってって話ですね、ただこれ、相当大きな会社もやっぱり変革できているので、あのまずできるってことが前提ですね、でその中で私、一つだけ思うのは、あの結論、社内ではちょっと難しいかもしれません。というのは、社内ってやっぱり人事制度上、やっぱり部下なので、下の者からの提言っていうのは、まあ、一般論としてそんなに好まれないってことですね、これはもう日本の古来のやり方を取る黒舟ですね。あの外部の別の別会社がこういういやり方 という形で仲良くなった別の会社から入れていただく、あるいは我々である必要はないかと思うんですが、誰か外部の人からちゃんと説明していただくっていうこの内部変革に関して言うと、これはもう基本、日本はもうあの黒船があのエラーです、王道です。 黒船という形でそれは外の方でも何でもいいですけど、その方にえと内部を揺らしていただくと、何が言いたいかというと、社内ではで,ではできないんですけど、多分今、おっしゃられている方が、社外に,からに出られて、別の会社から言われると結構できたりするので、とをうまく活用いただけるといいのかなと思います。じゃあ次ですね、デザイン思考などのフレームワークはよく分かるんですと、それでもアイデアが出ない場合はどうすればいいんですかということですが、いかがでしょうか。はい ありがとうございます。そうですね、あの、2つあるかなと思っています。まず、そもそも、こう、何でしょう、その1つのテーマに対して、どこまでこう追求してもアイディアが出ないっていう、えっ、ー、と、そこのパターンですかね。えっ、ー、と、なかなかですね、えっ、ー、と、まあ、課題が、だって問いのレベルが高いと、その場で、こう、みんな黙ってしまうっていうことがあると思うので、ちょっとですね、フレームワークの方を思い出していただくと、その前提とかですかね、 そもそもあのこのアイディア出しにあたってのお客さんの課題だったりとか、えーと、ちょっとその深掘りをしていただいて前提のところからこう意識の何でしょう、えーと、議論とかをしていただくとあのいいのかなと、すいません、ちょっと回答になってるか分かんないですけども、えー、思うのと、あとは2つ目ですね。なんか なかなかそのフレームワークやってもその組織の文化としてアイデアが出てこない場合とかもあると思うんですけども、この場合はですね、やっぱりこう、なかなかアイデア出しに慣れてないっていう方々がそもそもいて、まあ、フレームワークやっても全然出てこないっていうのはあると思うので、できるだけですね、ハードルを本当に下げていただいて、すごくこう、簡単なテーマからちょっとブレストをやって、そもそもこう、アイデアを出したりとか、例えば発言するみたいなところのハードルですかね、もう下げていってあげると、意外とその後ですね、えーとまあ、アイデア出しっていうところは、まあ 慣れですすすすかかねいいいいいくのかなとととううううふうには思っていまままあありりががごござざ今、野口が言った通りですね、多分これは大きく分けて2つあると思いますと、1つは心理的安全性、もう1つはインプットだと思います。ちょっと最初の方から言うと、まずそもそもアイデアっていうのは、そのすごいアイデアがあるってことはまずないと。そうすると、なんだそれとか、奇抜ってか、そんなことやっていいのって、いわゆるべき論、そうあるべきじゃないよねみたいなところにさすと、 それってなんか変なこと言うなみたいなことを普通言います。特に経験の長い人はそれに対してああでもない、こうでもない、つの意見を潰すっていう感じで、そもそもそのアイデアがですよ心理的安全性が作れるかっていうのは一つで。もう一つは、あのこれあの本当にアイデアの単純な話なんですけど、インプット量ですべてアイデアが決まるので、あのインプットをそれだけする、つまり新しいアイデアっていうのは存在しないとことですね。何かの組み合わせだとか、何かの付け合わせなので、インプットがなければ、要するに入っているものがなければ出てくるものもないって話なので、インプット、これ有名な本に出てます。 です。なのでこの2つになると思うんですね。で、あの前者の方はあの難しいケースは外部のファシリテーター作っ。 いや言っていいんですよっていう形でやるっていうのが一、まあ、つの王道だと思います。で、後者の方はあの顧客のインタビューとか少なくとも自分たちのネットワークの外側の情報を入れてあげる、あるいはいろんなスタートアップとかの情報を入れてあげるっていう形で担保できるので、その2つでいけるんではないでしょうか。ありがとうございます。じゃあ次、えー、と新規事業に携われる人数が数名しかありません。えー、と手数が限られている中で、えー、デザイン思考、ワークショップなどをやる余裕がありません。どうすればいいでしょうかいかいがでしょうか。 はい、ありがとうございます。これもあの皆さんお感じの課題かなとは思います。なかなか通常業務やりながら、兼務でこう結構新技事をやられている方多いと思いますので、そこのリソースの確保だったり、非常に。 大変だと思うんですけども確かにですねワークショップっていう形で例えば何時間も取ってみんなで議論するっていうのはなかなかあの普段ん日常の中では取りづらいかなと思っています。であの私がやってるやり方なんですけどもできるだけですねこういったデザイン思考の先ほども5つのベースありましたけどもちょっと細切れに分けてですねある程度こう宿題とそれを持ち寄ってかなりこう短い時間でですねこう議論をするみたいなのをこう繰り返しながらですねちょっとずつ進めていただくと日中の隙間時間でですねちょっとスピードが もちろん落ちてしまうところはあるかなと思うんですけども、前には進めていけられるいけるかなと思っています。で、皆さんこうじ、えー、それぞれ宿題でですね。こう1つえー。まあ、意見出し、意見を考えをまとめてきて、それを例えばじゃ、毎週何曜日でもいいと思いますし、毎日15分とかでもいいと思いますし、持ち寄って簡単に議論するっていう形で、ちょっとずつ進めていただくといいのかなと思います。 ちょっと私の方でコメントもしますけど、ま,あ、まずそのファシリテーションという意味では外部のファシリテーターを、まあ、ちょっとお金の問題あるかもしれない、おためなれたってことと、あともちろんね、土日に働くんだとか、やる夜っていうのはちょっと話が、あの就業規則があるんで難しい部分はあるかもしれないですけど、リトリート型、つまり週末にちょっと集まりましょうよとか、30分でもやりましょうとあで、あのー、ある程度ね、あのちょっとそれでもいいよって人と、いや、私はって人もいると思うので、まあ、まずはいい人で、とにかくワクワク感を出していくっていう形で、細切れでもいいから、アイデア出しをするっていうのは よろしいいかと思いますさっき言ったように心理的安全性とインプットの問題だと思いますので、そこをちょっと押さえていただきいと思います。じゃあ次、サイバーさんのような大規模組織だったらうまくいくのも納得なんですが、弊社は従業員数100名程度です。この場合どううすればいいでしょうか お願いい、しますはい、そうですねあの、サイバーさんの例であの制度のお話しさせていただいたんですけどもあの、非常にあれは難しいと思います。本当にあの一番更新基準に対してうまくいっている会社さんでやっとそういうのがあのしっかりとあのワークしているものだと思うので、まずは会社の,あの規模感だったり、あとはフェーズに合わせて、ですねもう一個、あと例えばあの会議体っていうところだったり、もうちょっと進んでれば教育っていうところだったり。 そこを選んでですね始めていただけるといいかなと思っていますので、まだ全然そういったアイデア種のこう文化だったり、地盤が築けてないよというところでいうと、まさに先ほどのブレストだったりというようなああの会議体のところから、まずは切り込んでいただくといいのかなと思いいますはい、ありがとうございます。 私の方も答えさせていただくと、基本的には大規模な企業になればなるほど、新規事業っていうのは起こしにくいと思います。一つは調整するコストがすごく高いということと、会社の売上が異常に大きくなると、あね、例えば同じ10億円、10億円といったら、これ、下手したら上場企業ですね、ベンチャー企業でいえば。っていうものっていうのが、10億円の価値がすごいと思えるのか、いや、10億円じゃそんなのやってられないと思うのかで、あの大きくなればなるほど、社内からの新規事業は起こしにくい傾向になると思います。回想も増えるので これ一般論ですねでただ、サイバーさんみたいな大きい会社がそれをなんでやってるかっていうと、やっぱり文化ですよね、新しいことをやっていいんだって文化を残したい、ただ大きい会社さん、うまくいってません、基本的に。ただ、育児部うまくいってるところは、一生懸命それをコストは多分合わないんですよ、きっと。 アウトプットに対してはそれでもコストをかけてやるというのは文化という環境整備をしているということの前提でやっているのがサイバーさんあるいは何社かだと思いますで100名ぐらいの会社だと逆にあのやりやすいのでえと仕組みというよりもえとある程度あの階層が低いともちろんやりにくい部分はあるんでしょうけどもあの原理的には逆になるのかなと思いますありがとうございますちょっとあの答えとは違うと思いますけどねあの大きいなはい次外部嫌いコンサル嫌いお金をかけたくないえと事前投資をしたくないでも収入を上げたいそんな 社長どうしたら効率よく説得できるでしょうか山内さん、いかがでしょうかはい、これの本当に、事業責任者の方々頭を悩ませるところかなと思うんですけども、なかなかあの難しいとは思います。ただ、どうすればいいかってところを考えると、本当に MVP の考え方じゃないですけども、ちっちゃいこう成功体験をあの社長にこう積んでいってあげるといいんじゃないかなとは思っています。私も、いきなり。 コンサルであの大,大規模に入ってとか、お金もこれだけかかって、大きく出ちゃうとなかなか、こうやって社長、あの手をつけにくいと思うんですけども、まあ、なんで、できるだけ本当に対象許容範囲のところで小さくやってみて、いや、ここを投資したら、実際これだけうまくいったよねっていうような成功体験をですね、ちょっとずつ積み上げていくと、こういった社長もあの意識が、行動が変わっていくんじゃないかなとは思います。うん ありがとうございます。私のところはちょっとだけ視点を変えて、山口の言うとおりだということを一つ変えて、あの事業モデルとして皆さん、なかなかここは社長ね、とはいえ新しいことをやってほしい、ちょっと変わったものっていう意見を持たれるところがあると思うんですが、実際の事業っていうのは、すでに既存のものの置き換えがほとんどなんですよね。 あの大きいベンチャー企業のユニコーンと言われるものなので、そもそも新しい市場を作るみたいなものがどちらかと,とすごくまれで、ほとんどが既存の置き換えだと、で何が言いたいかというと、大きくなっている企業というのは、すでに他国で成功しているので、別のところでうまくいっているものを、自治域だとか、一つの場所でやるという方が圧倒的に成功しやすいので、1番手ではなく、2番手、3番手、4番手の事業ですでに証明されたモデルをやると。 いいいいうう形ででまずはは最初くどいていくのかかがでしょうかそれだったら事前投資もすでにされたもののコピーですからあのやりやすいと思うのでそれを一つあのおすすめするってこともあのちょっと考えてもいいかなと思います。はい ありがとうございます。あのということでですね、あの1分ほどオーバーしました。最初、開始がですね、あのちょっと3分ほど遅れてしまって、大変恐縮でございましたが、今日はですね、皆さんに少しでもお役に立てることがあったら嬉しく思います。それでは皆さん、何かあればお問い合わせください。本当にどうううもあありりががととごござざいいまましした。た。 じゃあこちらの方は終わりにする形でよろしいですかね。はい、それではどうもありがとうございました。私の方は退出させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。